3月4月5月と南方諸島航空隊の号では籠城が続きました。その中は他の号を焼け出された兵士たちで膨れ上がっていました。もうその時150人、約半数はもう負傷兵でしたな。負傷兵でもう寝たきりに近い、もう手やら足を包帯してね、もう中には顔がボンボンに腫れて、もう火炎放射器でやられた境にもう埋めているような兵隊さんもおりました。3人1組の、小部隊を作って、竹槍と手榴弾ぐらいは持たせてもらったと思いますけども、出て行けと。それで帰ってくるなと、こうですわ。あ、またひどいことを、なんで帰って帰ったらいかんねえなと。プチベラシです、いわゆる、もう食料と、そういわゆる食料が限られているでしょう。出口の見えない戦争は兵士たちの人間性を奪っていきました。もう人間っていう感じじゃないですよね。もう畜生になってますからね、もうね。ですから今言ったように、陸軍の兵隊さんが死んだからって、あ、かわいそうだなとか、どうのっていう考えよりも、物を持ってないかっていう方が先になるということは、もう人間って人間のあれじゃないですよね。理性があればね、じゃあ今死ぬという人間に、じゃあ一滴でも水飲ませてあげようかって、こうなりますよ、これね、人間として。でそれが起きないんですから、誰も。それは私一人じゃなくて全部がそうなんだから。で水のために殺し合いをするわけですから。5月7日南方諸島航空隊の号に対し、ついに米軍の本格的な攻撃が始まりました。米軍は一人の日本兵も見逃さない決意でした。生き埋めです。それでも日本兵は奥に逃れて生き残りました。攻撃はさらにエスカレートします。5月14日午前11時、米軍は最後の行動に出ました。海水を用意し、壕の中に注ぎ込み始めました。海水の表面を覆っていたのは大量のガソリンでした。そうしたらそこへね、手榴弾かなんか落っこったんですよね。それで燃えた、爆発したんですよ、中。燃えたらザーッとその上がね、火の海、水が燃えてるんですよ。人がいたでしょ、中に入ってますよね。それがね、この皮がこう剥けちゃうんですね。剥けて、それで閉塞みたいにぶら下がってるんですね、皮が。ブルブルって剥けてぶら下がってる、みんなこの皮が。皮、体中が。5人、6人、7人ぐらいはまだ生きてたんですよ、こうボロボロになって。だからこれ自決させられてて、自決しろっつって、手榴弾を2人に1発ずつやって、1人1発じゃもったいないが1発ずつやって。ところが、もう手榴弾自体がもう湿気で爆発になってますからね。で、亡くなった人は仕方ないから、戦死させるためにこう、苦しむより苦しまない方がいいだろうって言うんで、銃で撃って、自決させますけどね。生きるわけがないわけですよね、これ。医療設備も何もないわけで、上半身も焼けてになってるわけだから。で、機関銃で殺しちゃうかっていう、そういうふうな、出てくるわけですよ。もう、極限っていうかね、もう、理性なんか全然働かないですよ、それ。もうガソリンで火つけられたけども、右往左往しちゃうわけですから。理性なんていうの全然働かないですよ、それは。
洞窟の惨状には米兵すら言葉を失いました。なぜここまで続けねばならなかったのか。硫黄島玉砕戦、それは極限の戦争でした。戦争に勝者も敗者もありません。我々がやった殺し合いは何もかもが馬鹿げています。戦争が終わった後、日本軍の洞窟に入ってみました。負傷者を寝かせていた台がありました。そこで過ごしていた兵士の気持ちを考えてみました。一体どんな思いで死を迎えたのだろうかと。まさに戦争は地獄です。本当に恐ろしいことです。でもこうやって話できるのは本当にこれも一緒の供養だと思ってます。ごめんすいません。もうだんだんこう一回出るともうもうですからこういう戦争のあれはもう針の穴ほど覚えてて、昨日今日のことはなんか年取ったせいか忘れますけど、この戦争のことだけはもう忘れない、死ぬまで持っていっちゃうかもしれませんね。あの戦いは何だったのか。どうすれば死んだ者に報いることができるのか。硫黄島から生還した秋草さんが改めて問いかけています。死んでね、意味があるんでしょうかね。そうですよね。だけども無意味にしてんじゃかわいそうですよね。それはやりきれないですよ。おめえ死んで意味なかったなってんじゃ声がひどいですよね。家族に対してもね。そしてどんな意味だったかっていうと、これは難しいじゃないですか。まあ俺はこういう生き方しかできなかったんだ、勘弁してくれっていうだけじゃないですかね。これで許してくれって、これで精一杯なんだっていう気持ちでしょうね。